チャオあっちゃんです。今日10月の13日木曜日、はい、木曜日ね、寒いねさっき朝ごはんの動画でも寒いね言ったけどね、お部屋がね今19度、さっき20度やったけどね1度落ちたで19度でお着替えしてんけどね、でシャツの上にセーター着て寒いから、下はねジャージ、今日はこんな感じ、お部屋片付けるからねジャージで、なんか動きやすい格好してんねんけども、寒い、お部屋片付けの動くのが寒いだから今日はねお茶、麦茶飲んでね、麦茶、ホット麦茶、子供ちゃんを送り出してで朝ごはん食べる時に一緒にいつも4リッターのお茶、やかんにお茶沸かしてで冷やしてポットに入れて、朝水筒に子供ちゃんに入れてね、朝毎日水筒持っていくんよ2人ね、だからそこに入れるのに冷やすんだけど、その時にね沸かして沸きたてをねティーポットに入れてあちあちやねんこれ、でアチアチの麦茶を飲んでちょっと体を温めて動けるようになったらお片付けしようかなって、思ってんだけどね、朝ごはん先食べて、でグダグダ喋りながらね朝ごはんいつものように食べてでしてんけども、さあそのあと、なんだ子供のねパジャマをね脱いでポイあっちゃんも脱いでポイってしたやつを、ちょっとまとめてでお洗濯のカゴにねお洗濯シャンのやつは入れてっていう感じで、今日はまだお洗濯してないね、あっちゃんね毎日お洗濯せえへんね、だいたいね、3日、3人やからね、夏場はねほぼ毎日か2日に1回とかぐらい回さんと溜まっちゃうねんけども、冬場って2日3日着ても大丈夫でしょう、洋服で毎日同じの着てたらほらなんていうのなんか前自分もやっぱりそのなんか同じの着てるよっていうんで嫌な気分になるしでね、子供ちゃんもね毎日同じ服着てたらテンション上がらへんと思うし、まあ、お友達もねあいつ毎日同じ服着てるよみたいなのもかわいそうやし、だからまあ服は入れ替え入れ替えで着せてんねんね。でそこでね昨日コメントいろいろね見せ戻ったんがね、ソファーの後ろにポイポイって服脱いでやるとか、ソファーの後ろがいっぱいになってるよっていうの、夏場はねここあんまたまらへんねん。なんでかって言ったら夏服ってだいたい一日着たら汗かくからシャツなんてポイ洗うとかね、やけど冬場はトレーナーとかこんなシャツとかはだいたい2回3回着てから洗うから、毎回洗ってたらね生地傷んじゃうんね。で T シャツなんか安い1着ね、1000円ぐらいやからね毎日洗って1シーズンか2シーズンで、もう捨てちゃってもねいいねんけども、やっぱりとスウェットとかトレーナーみたいなスウェットとか、シャツとかってだいたい8000、9000するでしょう。トレーナーなんかでもねフェラーリのトレーナー1万6000とかしちゃうから、そういうのってもう伸びちゃうともったいないから、なんていうのかな何回か着てで洗濯すんねんけどもね。でジーンズもねあんまり洗っちゃうとすぐね繊維ぼろけちゃうんね、だから数日履いてっていう感じやねんけども、そういうのをねまたタンスっていうかクローゼットのところの引き出しがあんねんけど、そう、まあ、クローゼットっていうほどじゃない、うちも押し入れやねんけどね、かっこよくクローゼットって言うてしまうんだけど、押し入れのとこに引き出しみたいな収納、なんぼだ引き出し9個だけしか入ってんねん。あとはね他のものが入ってるから入らへんねん、うちね。あそこしか収納ないねんけど、その9引き出しの中に入れたらね、皿の服なんか着た服なんかわからんくなるから、一回着た服はここの後ろに置くことにしてんねん。だからこれまあ昨日洗ってきて、畳んであるやつは昨日洗ってったやつやからまた普段着るやつで置いたんだけど、まあ、一回着たやつはポンって、まあ順番っていうか場所決めて入れ置いてやんねんけどもね、冬になるとこれが溜まってくんのよ。だからあちゃんとこね収納スペースがないから、ここが収納スペースになるね。なんかいうそういうね収納のないお家でそういうねお洋服を置く場所、みんなどうやってしてんのかな、もしいいアイデアがあったら教えてください、はい。で、そう冬場って 2,3 日普通服着るよね、おかしくないよね
毎日洗わへんよね、傷んじゃうもんね、うん、まあ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 、まあ、それの意見もあれば教えてくれたら嬉しいなと、はい、とかね、あとね、うん、まあいろいろあって、あとそれとね、あのあ、そうそうそう、昨日のね、昨日おとといなのかな、海鮮丼とわさび菜のひたしのとささみの親子お味噌汁のね晩ご飯の動画でね、ちょっとねいろいろコメントがあって、シュガーグライダーさんがねコメントくれてて、40分ぐらい前にコメントくれてて、ね、なんかコメント書いてくれたね。その後、40分ぐらい前やからなんぼや、8時過ぎぐらいにコメント書いてくれて、でその後すぐまたね、承認されなかったかなって、主さんごめんねって、でもこれ間違えてない、ないって書いてくれてんけども、あっちゃん承認制にしてほら、いつも携帯持ってずっと承認してるわけちゃうから、特に朝の時間は忙しい、夜は寝てる、夜中ふって気づいて、気づいたちかあのおしっこに起きたりとか急に目が覚めたりとかした時に寝ぼけながら、ああの未承認引っかかってると思って、あの承認させてもらうことあるけど、あのまとめて承認させてもらってるから、コメントくれてね半日ぐらいね、お出かけしてたら下手したら1日承認できへん日もあるかもわからへんからね、その辺ね書いたすぐに承認されへんもんやと思ってください。はい、あとうさぎさんやったかな、コメント10ってありますけどって、あのコメント10ってあるのは未承認のコメントがあって、あの気づいて承認するから、ね、みんながコメントくれてて10、20溜まってても承認されてへんかったらコメントはみんなの前には出ません。はい、だいたいね、うん、コメント今だから何本あるのかな、42って書いてあるけど何本出てんのかな、1、2、3、4、5、6、7、もう数えるのめんどくさいけどね、すごい数出てるよ、うん、そんな感じでね承認はさせてもらってます。あとねこうレスしてくれた人にレス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 ってつながって、まあ15のレスがあったとして、コメントの一番最初にコメントした人がそれ消したら15のコメント全部消えちゃうの。あっちゃんが消さんくってもコメント主さんが消したら消えちゃう場合もあるから、あとね、YouTube の不具合でそこの数字が合ってないこともあるし、あっちゃん自体見れてないコメントもあるし、含めてコメント数っていうのはあんまり当てにならないもんやと思います。はい、他の YouTuber さんのコメント見てくれても分かると思うけどね、コメントの数とコメント数とは合ってないもんです。多かったね。あとね、他いろいろ面白いのがあってお話ししたいねんけど、昨日ね、どこだ？どこ行っちゃったかな、あ、これ、第4回あっちゃんに質問のお答え第3弾のところのコメントでね、ちょっといろいろあって、それを今お答えするとすごく長くなるんで、それ1本の動画にします。コメントして、あれどこ行っちゃったん？あ、そうそう、コメントしたら、ちいちゃんがね、なぜ大人として言い出しっぺが引かないといけないわけっていうところね、まあ、それのねよく似たコメントがね、チケユキエさんとかシュガーグライダーさんとか、ね、いろいろまあコメントくれてんねんけどもね、それのお答えっていうか、まあ普通コメントにお答えせえへんねんけど、ちょっとねそこのところを、みんな書き違えてるところあると思うから、これ一本の動画にしたいと思うから、この後撮れたら撮ります。今日ただね木曜日やから、お母ちゃんのトイレ介護入るから、途中でね動画撮ってて止まったりするからね、何なんよ、話してる内容があっち行ったりこっち行ったりするからね、台本じゃないけどちょっとね軽く言いたいことだけ箇条書きにして下書き作ってお話しします。これね、みんな勘違いしてることがいっぱいあると思うよ、うん、大人としてごく一般世間、夫婦の間、兄弟間、もちろん近隣トラブル、
でもう同じようなトラブルってあんねんね、うん、だからその中でみんな履き違えてるから、なんていうのかな、人間のこの感情トラブルって出てくると思うよ。それがね、シャネル・ノアさんが言ってくれてる、なんで和解するためにあっちゃんが家引っ越さないといけないんですかにも絡んでくるし、結局人間トラブルっていうのは大体思い違いが多いねんね、うん、だからそこのところのお話って一本で撮りたいと思う。かなり長くなると思うんだけど、これだけお話ししたいなと思って、うん、であとね、ちいちゃんがね、ピュアちゃんのこと以前一緒に住めるようにって、今お父ちゃんと飼ってる、お父ちゃんが飼ってるからで、それも日に日に変わるってことって、ピュアちゃん見たいんですけどって言ってくれてんねんね。あちゃんもピュアちゃん大好きやねんけどね、ピュアちゃんね、お父ちゃんが、ミキちゃん、あ、ミキちゃんが病気になってお父ちゃんのところ、まあ、預けてんけど、その後、まあ、お父ちゃんの犬みたいになってんだけどもね、なんでかって言ったらね、柴犬を座敷で飼っちゃダメって言われて、取り上げられたみたいな形になってるのね、正直な話ね、うん、だからそれで、最近やっぱり寂しいし、ピュアちゃんも一緒にねここで住んでたから思って何回か連れて帰っててね、したらやっぱり座敷で柴犬飼ったら座敷に上がらせるなって怒られたで、だからまあお父ちゃんのこの屋上でねピュアちゃん飼われてんねんけどもね、うん、あこがもうピュアのお家みたいになってるから、うん、柴犬はお家で飼っちゃダメって言われて、ダメなんよ、うん、だからね、ここではなんていうのかな、もうお家で動画撮ることもできなくなってしまった、うん、でお風呂入れて、うん、あんまり臭かったから、うちのお風呂入れてんで、人間入る風呂に入れたらあかんよって怒られただからね、うん、まあまたね、秋口ね散歩連れて行ってあげようと思って、焼けた路面、ピュアちゃんの屋上ね屋根あんのよ、屋上やねんけど上に雨漏り、屋上って陸屋根って雨漏りするのね、だからお父ちゃん屋根つけたんね、だから屋根つけてるからある程度屋上の、コンクリートの上はそんなに焼けてないねんけど、アスファルトの上って焼けてるからね、ピュアちゃん過保護に育ってるから焼けた路面で足裏やけどするらしいねんね、だからねお散歩も連れて行かれへんかったんよ夏場は。で秋になったらまたねお散歩連れて行けるから、あっちゃんまたねオーダー観光大使としてのね自称ね、大田観光案内もしようか思うから、その時ねピュアちゃんも一緒に散歩連れて行って大田の街歩こうかなとも思ったりもしてね、またねピュアちゃんが動画に出てくること秋になったらあると思います。はい、ピュアちゃん結構ね、あっちゃんよりお父ちゃんに飼われてからね、特に過保護にされてるからね、過保護犬やからね、ちょっとしたことでねトラブル出たりすんのよ、うん、だから餌もね、いつもお父ちゃんがコントロールしてあげてるから、変なんてことないけど、人間の食べ残しとかねあげたりしたらお腹の調子を崩したりとかね、うん、なんかそんな子やからねお父ちゃんがほとんど管理してるからあんまりね関われないんです。はい、お父ちゃんねワンちゃん大好きやからね、ほんまはねもともとお父ちゃんは、茶芝、白芝、茶芝って3匹飼ってんね、で3匹とも死んじゃってね、でその後やっぱり動物の死を見とってるからかわいそうになって飼えへんかったんよ。でもやっぱワンちゃん好きやねん、どこ行ってもね、いたらペットショップとか行ったらよくかまったりね、通りがかりのワンちゃんかまったりすんねん、お客さん連れてきてもかまったりすんねんね、だからワンちゃん大好きやねんけど、うん、ようねこう自分で飼って倍ね飼って飼うことをができへんかった。だからあっちゃんとこね、ピュアちゃんを預かるいう体で飼ったら多分可愛かったんやと思うんよ。だからすごく過保護に育てられてんの、うん、だからピュアちゃんは幸せやと思う、うん、まあ、そんな感じなんで、またね動画に出ることがあると思うんで、もうちょっと待っとってください、ちいちゃん。はい、まあ、そんな感じでね、うん、ちょっとねお話ししながら体温めて、うん、部屋を片付けて一段落ついたらねまた、うん、お話動画撮るからちょっと待ってね。はい、まあ、そんな感じでね、うん、あ、そうそう、ケース G さん SN さんかな、朝からあれだけどチンチンの違和感、元から心は女の子ってことでも奥さんは女
女の人だし子供もいるし、心は、女で性の対象はどちらでも大丈夫なバイセクシャルってことなのかな、じゃなくね、あっちゃんね、もともと心は女の子やねんけど、初恋の子も女の子で、ね、やっぱり恋愛対象女の子、だから要はね、女の子でも女の子が好きになるレズビアンっていうのがいてんねんけどもね、あっちゃんは、って言ってみたら性同一性障害のレズビアンやと思う。なんていうのかな、チンチンは嫌な、正直ね。チンチンってあっちゃんはね、ごめんねこの話、確かにね、人間って快楽を求める動物、まあ動物、人間じゃないけどね、生き物というのは快楽を求める生き物で、特にね、動物っていうのはある程度その子孫を繁栄するために年に何回かしか生殖期間ってないでしょ。でも人間は四六時中1年365日ね、ずっと生殖期間でしょ、生殖期間っていうかね、だから気持ちいいもちろんね、だからやりたい、そのためにね、男と女がいろんなことをするっていうのが、人間の、なんていうのかな、汚れたっていうのかな、ねじれた性行為やってあっちゃんも思うの。で、チンチンっていうのはあくまでも生殖期間やってあっちゃんも思ってるのよ。だから本当に愛した人との間に二人の子孫を残すための道具やったしかあっちゃん思ってない。だからほんまはいらんもんや。だからあっちゃんがそれがね、なんで若い間もちろんね、ちんちんね20本ぐらい切るぐらいのお金があった頃もあったごめんね、なんか嫌な人みたいけど、そんなぐらいのお金がで自由に動かせれる時期もあったけども、なんで切ってないのかっていうのはね、まあ自分に、なんていうのかな、あれもあったんかから、ミキちゃんと出会うまではね、子孫繁栄とかそんな考えたこともなかったし、でもね、やっぱり、ここのね、中村家の長男として生まれてね、子孫を残すっていうのも、課せられた使命やとも思ったりな、そんなこともあって、なんていうのかな、切ることに躊躇してたのかもわからへん。で、今は、もうね、お金と時間さえあれば、もう今日にでも今にでも切りたい、いらないって思う。なんでかって言ったら、愛した人との間に子孫を繁栄2人設けたから、でその2人の、ね、子孫を設けたことによって、ほんまはもう1人2人欲しかったよ、欲しかったけどもう叶わへん、ミキちゃん以外とはもう子孫繁栄したい気もせえへんし、だから、必要のない期間やからもう切ってしまいたい。で、逆に言ったら、愛してる女性がいて、ね、そういう期間が残っていると、何かの、ね、酔った勢い、まあそんなことはないと思う。一時の迷い、まあないと思う。そんなんで、使っちゃうことができたときに、ミキちゃんに申し訳なさすぎるから、もう必要のない期間として取っ払いたいっていう気持ちが特に強くなってきてるの、ミキちゃんがいなくなってから。でもね、バイセクシャルではない。一時期ね、正直、男の人と、男の人と、なんていうのかな、一緒に生活したいと思った時期はあった。っていうか、男の人に頼りたいって思った時期はあった。なんでかって言ったら、男って言うても男男してないあっちゃんやけどもね、の男が失われた時にね、なんていうのかな、男を必要と、子供がまだその頃小学校、寮がまだ小学校6年生ぐらいやったかな、5年か6年、光がまだ小学校2年、1年2年ぐらいの頃かな、この頃はね、ちょうどあっちゃんが女性化してきてん、体が。ね、胸が出てきた、まあ、そんなんどうでもよかったんけど、筋力が落ちてきた、あと男としての思考がなくなってきた、もちろんあんだけ、ね、寝ても覚めても車のあっちゃんが車なんて乗れたらいいやっていう、ね、女性思考に変わってきた、その危機感かもわからへんねんけど、男を求めた、だからその肉体的な関係とか恋愛的な関係じゃなく、自分が失った男を
なんていうのかな、男の力強さ、を求めてたんかも分からへん。だから男の人とね、だから恋愛したらやっぱりエッチなこともしたりとかっていうのを考えたらもうゲー吐きそうになるぐらい、男なんて無理っていうぐらい嫌い、嫌やったんね、うん、でも一緒に暮らしてちょっとね高いところのものを取ってこれ硬いから開けてとか、うん、っていう頼れる便利な道具としか、見てなかったのかもわからへん。で、で一時期そうやって男の人がいたら便利だな、子供の父親、父親としての機能っていうかもうね、父親としてのもうなんていうのかな、力強さとか父親としての威厳とかそういうのを失ったあっちゃんがね、やっぱり父親を求めたのかもわからへん、うん、で逆に言うたら母親を亡くした子供にの母親を、新たにね誰か違う女性を求めたとして、仮にね、だからそこで、子供にしたら母親はミキちゃんしかいてない、でそのミキちゃんが母親やのに、その母親をね、なんていうのかな、次のお母さんを母親として認識できるのか、ミキちゃんができへんかった、ミキちゃんも5歳やねんけどね、それができへんかった。でその中でトラブルが起こる、でトラブルが起こった中で母親は、あっちゃんはミキちゃんのことを愛してるから、そのねもう一人の、もう一人というか次の、子供たちの母親として受け入れた人を愛せるかって言ったら愛せへん。でもやっぱり愛してくれてるから結婚しようとするんでしょ、女性は。だからそれでもし結婚したとしたら、女性は自分の子供が欲しいはずってなった時に、自分の子供と前妻の子供が一緒に暮らすことによってね、最初絶対綺麗事言っててもね、あっちゃんは思うのは自分の、お腹を痛めて産んだこと、ね、そうじゃない子供絶対どっかで区別をしてしまうと思ってんね。でその中で特にね、子供は美化されたお母さん、もうね自分が小さい頃に亡くなっていてないお母さんは頭の中で美化されてんねん。そのお母さんと今のお母さんっていうのは絶対目の前のお母さんやから、いろんな嫌なところが見えてくる、怒るとかちょっとしたこと愚痴る、もちろん生理前症候群でイライラするとか、でお父さんの愚痴を言うとか前のお母さんの愚痴を言うとか、いろんなこと言う、そういうのが見えてきたら子供は嫌がると思う。嫌がったことも、今前のお母さんは良かったよ、ほんまのお母さんと違うから、なんて言われたらね、新しく迎えたお母さん立場ないでしょ。だからそこで溝が深まるから、お母さんを迎え入れることは無理やって思った、うん、ね、だから子供のためにお母さんになるのはあっちゃんしかいてないって思って、まあ母親兼父親をやってた。でもそこで母親の愛情とまではいかへんけども、まあ、ミキちゃんのようにね愛情を注ぐことはできても、父親としての機能がない、機能というか力強さがない、筋肉がない、筋力がない、体力がない。だから子供から見たら威厳のない父親しか見えへんのね。ってなった時に、もしかしたら威厳のある父親を求めたのかもわからない。もしその父親を求めても、ね、あっちゃんとその男の人の間には子供なんて作ることはできへんから、うん、次の子供が生まれることはない。でその男の人も自分の子孫を繁栄することを考えてへんから、あっちゃんと一緒になることを選ぶのかな、でしょ。だから、そういうトラブルもないっていう、あのアンチョコな、答えに行き着いちゃったんじゃないのかなって今考えたら思う。あの頃は分からんかった、うん、まあ考えていて昔のことを考えたら、そういう思考やったんかなって思うぐらい、まあそんな感じでね、あっちゃんは、長くなっちゃったけどもね、バイセクシャルではない、男の人は恋愛対象としてね今まで見たこともない、うん、無理です。はい。で女性はね、ちっちゃい頃から女の子のことが好きやったっていうか、自分の男としてのついてるもの、体が嫌いやったから、女の子の体になりたい、女の子になりたい、だから女の子が好き、うん、だから、うん、なんていうのかな、バービー人形が好きすぎてバービー人形の整形した人って言ってるでしょ、うん、まあそんなもんかな。女の子が好きすぎて女の子になりたい、いやちゃうな、女の子やから女の子の体が好き、わからん、そこはわからんけど、まあそんな感じ、うん、でも女の子の体になりたい、うん、で何も無街道で胸ができてきたからすごく嬉しかったよ、
もちろん、うん、でやっぱり顔とかもね、小中高大人になっても女性として認識されることは嬉しい。昨日もねコメントくれてた昔のね性同一性障害とか、おかま、お姉みたいなの動画のところにも、女性だと思ってましたとかね、うん、本当に男性なんですかとかね、まあ、そういうコメントくれてたらすごい嬉しかった、うん、で、病院行っても中村敦さん、はいって言ったら、って付き添いの方じゃないんですかとかね、うん、男の人の名前つけられてんの、男の人の名前で生きてんのとかね、そう言われたらやっぱり逆に嬉しい。今はね、うん、今はっていうかね、昔はねそれがね苦痛やった時期もあった。男として生きなあかんって思ってんのに、おかまとか女っぽいとか女と間違われるのは嫌な時期もあった。でも今は逆に、うん、女性に見られるのはすごく嬉しいことやし、うん、でやっぱりね、なんていうのかな、背がちっちゃかったもコンプレックスやったけど、162言うたら女性でもどっちかって大きい方やけども、男性からしたらちっこい方、どっちかって女性体型、うん、っていうのはまあね、嬉しいことやしって思ったりもするね。だからのもね、男として生きるのが嫌っていうか、男自体が嫌な、こんな感じです。まあね、なんていうのかな、こんな感じのあっちゃんな、うん、だから、うん、まあ、チンチンはね、子供を作るための機関やと思って使っただけのことかもわかんないね、うん、はい、あっちゃんそんなことするよりもね、うん、こう女の子とねギュッてこう抱き合って、朝までギュッて抱き合ってるの方が好きやったりね、くちゅってくっついてるだけとか、うん、そんなのが好きとか、チューするのが好きとかね、まあそんなのが好きやけど、もう生々しいエッチは別に子供作るための行為やとしか思ってないから、うん、だから結構みんな言われんねん、最近性処理どうしてんのとか、お何にしてんのとか、一切してません。する必要もないし、したいと思う前まそんな感じです、はい。まあだからね、変な生々しい話ごめんね。うん、あとまた他のコメントはちょっと別でいきますね、はい、とね、ATA さんがあれ GID 学会入会したらどうですかって、そんなんあんねんね、知らんかった。昨日調べさせてもらったら、結構あれね、岡山大学と、埼玉、岡山医大か、大学かと、埼玉大学医大なんか知らんけど、その2つの病院は結構性同一性障害とかそういうのに盛んに研究されてる大学なんで、うん、そこの岡山大学かなでなんか活動してんねんね、うん、すごいなんか真剣っていうか本格的な学会やって、びっくりした。昨日もホームページ見せてもらいました、うん、ね、ちょっと興味あるなと思って、うん、でも来年札幌やねんね来年年1回なんか学会やってって書いてくれたって、それも見たら、去年は東京であって、で来年は、去年じゃ今年か、東京であって、来年はあれみたい、札幌であるみたい。確かに札幌行きたいけど、3月の札幌やね、寒いから暖かい格好してきてくださいとか書いてあったよ、はい、ちょっと気になります、これは。ありがとうね、教えてくれて。あとね、ミキさん、並木ミキさんかな、ミキちゃんとの思い出エピソードをひたすら語る動画が見る、ああ面白い、撮りたいと思います、はい。またこれね、いろいろと動画のリクエストとか溜まってんのあるから、いつかこれやりたいと思います。ありがとうございます、はい、はい、のりこさんもピュアちゃんね、散歩見てみて、さっきちいちゃんにも答えた通り、またね、秋になって路面温度が下がってきてくるからね、ピュアちゃんと一緒に大田の散歩行きたいと思います、はい。もうちょっと待ってくださいね、はい、ちょっとね、さっきね、お片付けとかいろいろあんのよそれ終わってからしかでねって感じで、ひじきこばさんもね、チンチンのお話やね、うん、みきちゃんとのこのなんですけど、なんでチンチン使ったんで、生殖行為のために使いました、うん、子孫繁栄のためにね使いました、うん、だから、うん、チンチンを使った快楽はね、あっちゃん求めてないんでね、うん、だからそういう行為ってあんまり好きじゃない、うん、おかしいでしょうか人間見ないかもわからんけどね、人間ってああいう快楽を求めて、だからあっちゃんね、愛した人以外とエッチなことするの嫌い、
だからそういうことする人も嫌いやし、うん、ありえへんって思ってんの、うん、だからね、うん、だからまっちゃんそんなことよりもね、あれが好きな、抱き合ったりとかチューしたりとか、そのなんていうのかな、ハグしたりとか、コミュニケーションじゃない、まあ、挨拶程度にミキちゃんとかしとったけどね、うん、な感じで別に、うん、チンチンで何をするかっていう行為よりもそれまでのね、抱き合ったりとかベタベタしたりとか、そういうのが大好きです。はい、なんのこっちゃ。はい、で、まあ、そんな感じでね、あ、そうそうそう、で、みほちゃんが、会社員で起業した、会社員なんですけど起業した串の起業セミナーを受けます。はい、頑張ってください。はい、ね、そこでね、あっちゃんに相談です。はい、あっちゃんはほんまに会う好きな方につながって売りたい思いに賛同しております。不安などはないですか？私は体操教室を創業したく、しかし自分に自信がなかなか持てません、YouTube や SNS など共有、他の攻撃に対してもすごく考えすぎ、一歩を踏み出ずにいてます、そのあたりの攻撃に対して不安要素への心構えを教えていただければと嬉しいです。よろしくお願いします。ね、負けないことです。もうこれに徹する、負けないこと、まあ、これが一番やねんけども、って言ってもやっぱりね、いろんな攻撃があるのね。そこはね、まあ、この話すると長くなっちゃうけども、30分、これ起業の話ってまたね一本動画撮ります。もうちょっと待ってください、うん、で軽く今回ちょっと答えとくけども、不安、誰にだって不安あるよ。で、不安あるけども、で、会社員って毎月やっぱ決まったサラリーもらえるから、それで、計画立てられるのね。だから、そのまま一生、サラリーで、計画立てて、老後の計画立てて、貯金して生活するっていう安定生活をするのが、会社員やったっちゃうもの。もちろん途中にね、会社倒産があったり、なんだ、リストラがあったり、まあ、いろいろあるか分からんけどね、それはもうまあイレギュラーなこととして考えてね、一生まあ安泰なレールの上に乗ったもんが会社員やってあっちゃんは思うのね、うん、で起業することによって、何が得られるか、何を失うかっていうことね。これまたね今度詳しくやるけども、起業することでね得られるものは夢の実現、あと無限大の、収益、ね、あと自由な時間とか、まあ、いろんなものが得られます。でも失うものは、まずね、自信とか、今まで自分が築き上げてきたものすべて打ち砕かれるとか、ストレスとか、あと何？持ってるお金、資金の目減りとか、いろんなものあると思う、うん、でもそれに打ち勝てるだけの図太い根性が必要やってあっちゃうもん、ね、これまたね、ほんま詳しくいきます。もちろんね、ごめん、グラノーラの硬いところがまだ口に入ってた。あれです、いろんなところから攻撃されるよ。どうしても起業すると目立つとね、出る杭は打たれます。うん、でもその出る杭は打たれるけど、出過ぎた杭は打てなくなるからね、出過ぎることです、うん、で周りの意見、誹謗中傷聞かないことです。自分が決めた道、我が道を行くことです。ね、もしそこで不安があるんやったら起業しない方がいいです。ごめん、きついこと言うけど起業はしない方がいいです。でもそれのリスクを負ってでも、自分がもし失敗して今ある資金がなくなったら、ね、次生活できんくなるでしょ。でも生活するために、アルバイト、コンビニバイトとかね、ガソリンスタンドとか、まあ、年齢分からへんけど、年齢がちょっとね分からへんけども、ある程度ね、まあ、若いうちやったらちょっと無理しても再就職できます。である程度そこそこの、ミドル世代になってくると再就職が難しくなる、うん、でも、今までのなんだ、サラリーより下がってもいい、プライドももうどうでもいいっていうのやったら、ある程度のお仕事はあります。で、シニア世代もうね、だから働き盛りで今子供がいてて、毎月こんだけのお金が必要なんだっていうんやったらね、
無理な起業はしない方がいいです。うん、ただまあね、その資金的に余裕があるんやったら起業した方が絶対に成功した時は大きく返ってきます。うん、そうなんでね、やる前にこんな話もするんだけど、あと詳しくまたね、一本動画撮ります。ちょっと数日待ってください。はい。今日ね、木曜日で、今日撮れたらあげられんねんけど、今日撮れへんかったら、明日参観日でちょっとね、いてない。で、土日は子供がいてるから撮れないからね、月曜、火曜、水曜ぐらいに撮って、また来週になるかもわからへんけど、これまたね、後であげます。ごめんね。まあ、そんな感じでね、まあそんな感じです。はい。あんまり長くなっちゃったんで、今日はね、もうちょっと他のね、動画にも絡めてお話したかったんけども、30分ぐらいお話ししたし、そろそろちょっとだけね、お片付けして、またね、お話動画撮ったりとかいろいろしたいと思います。では、またね。バイバイ。